はい、こんにちは、ペース。先発エース枠強さランキング、主にリアタイ目線やっていきたいと思います。第12位、森下選手、球種がリアタイ向きではない。第11位、今永選手、リーグではめちゃめちゃ強いが、リアタイ的には球種がきつい。第10位、則本選手、フォークスプリットからの継承はリアタイ的には NG。第9位、高橋光成選手、超タイピンチ20丸が出れば割と強そう。第8位、伊藤選手、E ファスピッチ含む球種がかなり多彩なので、配球次第でかなり刺さる。第7位、東浜選手、シンカー系投手苦手な人にはめちゃ刺さる。第6位青柳選手、ストレートがナチュラルシュートに少しだけ弱体化した。第5位小島選手、ツーシーム持っていて球種が全体的にリアタイ向きなので純正には必須級。第4位小川選手、球種特殊能力ともにかなり強いが球速がそこまで速くないのが唯一の弱点。第3位柳選手、チェンジアッププラスシンカーの組み合わせは未だに強い。第2位戸郷選手、ツーシームフォークの組み合わせが無難に強い。第1位山本選手、特殊能力が超奪三振症に間違いなく歴代最強。